ジョーダン・リー・クロフォードは、アメリカ合衆国のミシガン州デトロイト出身のバスケットボール選手。ポジションは、シューティングガード。身長193センチメートル、体重88キログラム。ハーグレーブミリタリーアカデミー校を卒業後、インディアナ大学に進学。NCWA トーナメントに、新人選手として出場した。2008年ゼービア大学に転校し、 2009年、チームを第6シードで NCWA トーナメント進出へと導いた。クロフォードの活躍により西地区準決勝まで進んだが、第2シードのカンザス州立大学に2オーバータイムの熱戦の末、敗退した。アトランタホークス2010年の NBA ドラフトでニュージャージーネッツから全体27位指名を受けた後、権利はアトランタホークスにトレードで移り、 NBA プレイヤーとしてスタートを切った。このシーズンはわずか16試合の出場に止まり、2011年、カーク・ハインリックらと共にワシントン・ウィザーズに放出された。ワシントン・ウィザーズ2011年3月8日、ミルウォーキーバックス戦で、この時点でのキャリアハイの22得点を挙げ、同月のシカゴブルズ戦でキャリアハイ更新の27得点を挙げた。さらに、 同月30日マイアミヒート戦で39得点と更新した。4月1日クリーブランドキャバリアーズ戦で21得点、10リバウンド、11アシストで自身初めてのトリプルダブルを記録した。ウィザーズではジョン・ウォールに次ぐ2人目であった。2012から13シーズンはウォールの故障に伴いポイントガードを務め年末のアトランタホークス戦で 自身2度目のトリプルダブルを記録した。ボストンセルティックス2013年2月21日、ボストンセルティックスへ、リアンドロ・バルボサとジェイソン・コリンズとの交換で、放出された。レイジョン・ロンドの長期故障欠場の間、クロフォードは、スタートポイントガードとなり、11月29日、クリーブランド・キャバリアーズ戦で11得点、11リバウンド。 10アシストで自身3度目のトリプルダブルを記録した。12月9日にはイースタンカンファレンスのプレイヤー・オブ・ザ・ウィークに選出された。ゴールデン・ステート・ウォリアーズ2014年1月15日、マイアミ・ヒート、ボストン・セルティックス、ゴールデン・ステート・ウォリアーズの3チームトレードにより、ウォリアーズに放出された。4月16日、レギュラーシーズン最終戦となった。 デンバーナゲッツ戦で、キャリアハイとなる41得点を記録した。この年のプレーオフでは、ステフィン・カリーの校長もあって、出場時間は限られた。新京フライングタイガース2014年9月18日、中国プロバスケットボールリーグの新京、フライングタイガースと契約した。天津ゴールデンライオンズ2015年12月、天津ゴールデンライオンズと契約。 2015から16シーズンの得点王に輝いた。ニューオーリンズペリカンズ2016から17シーズンは D リーグのグランドラピンツドライブでプレーした後、2017年3月5日にニューオーリンズペリカンズと10日間契約を結び、翌日のユタジャズ戦で念願の NBA 復帰を果たした。しかし、2017から18シーズン開幕直後の10月23日に、 ペリカンズがジャミーア・ネルソンと契約したのに伴い解雇された。2018年4月5日、再びペリカンズと契約した。スタープレイヤーの控えに回ることが多いが、トリプルダブルの記録とキャリアハイの記録からもわかる通り、バランスの取れたオールラウンドな活躍とともに爆発力も期待できるプレイヤーである。ありがとうございます。